さあどうやさ、しおこれでございます。はじめまして、令和、これからもよろしく令和、本日撮影日の本日発表されました。こう菅さんと安倍さんのネクタイの色を注目して、見ていました。僕は予想では黄色とか赤とかこう明るい色味かなと思っていましたけど、菅官房長官はすごい綺麗な水色というか青色というか、安倍さんはきっちりとストライプ。僕が生きてきた中では2回目ですね、平成になったのと令和。ただ平成の時は 1,2 歳なんでね、全く記憶ありませんけど、僕よりもね先輩の方々っていうのはこの言いづらい言語に対し、どれぐらいで慣れていくのかっていうことはもう平成のタイミングで感じてらっしゃるとは思いますけれども、いい悪いを言ったところでね、そんなもうじゃあやめますなんてならないから、慣れて馴染みのある言葉にしなければいけないんですけど、あの安いドメインサーバーのお名前 .com とかでは令和を取りたいそういう人たちがこぞってアクセスしてるなんていうニュースも、当日の 1,2 時間後には、そんな記事もありまして、取ってどうするんだって話なんだけどね。今んとこ僕の携帯では令和と打つと0話、ドラマの1話2話3話の0話が、出てきてしまうので、この準備期間の1ヶ月間で令和という変換が一番上に来るようにね、何度も打ち続けなければいけないかなと思いますよ。とは言いつつもね、平成を携帯で何回打ったって言われたら数えるぐらいしかないから必要なさそうですけどね。今週の東京はね、前半が寒くて後半になるにつれて20度いくかななんていうような天気予報でしたけど、今日はまだ寒い、曇りですね。幼稚園、小学校などの桜はまだ6分咲きぐらいかな。ちょっとまだボリュームに欠けるというか、体が細いなという感じで着飾っていませんので、まだまだ満開ではもしかしたらないのかもしれません。この動画が上がってる頃には満開だといいね。4月30日生まれの子を身ごもってるお母さん、予定日が30日だったらどうにか1日遅れてくれとか思うのかな。まあ自分の子がそうなったらなんとか遅れてくれって思うけどね。まあまあちょっと、お買い物済ませてきます。ドン・キホーテに行ってきました。というわけで、今週末まで桜は持ってくれるんでしょうかね。どうせだったら暖かくなってきて晴れ間の中桜を撮れる、そんな環境が土日にでもあればねいいかななんて思ったりもしますが、今日はこの辺で終わりたいと思います。しょうこれでした。また明日、ごきげんよう。バイバイ。